ご視聴ありがとうございます。ゆっくり小鈴です。読み上げます、まみぞうせ。本日は立命館大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していきますよ。例によって、総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値で。開始いたします。第19位関西電力、みずほフィナンシャルグループ、西日本電信電話、ファーストリテイリンググループ、関西未来銀行、富士通、東日本電信電話、パーソルプロセス&テクノロジー、大和ハウス工業、積水ハウス、シャープ、ソフトバンク、第17位メイテック、アウトソーシングテクノロジー、第14位イオンリテール、NTT ドコモ、一条工務店、第10位三菱電機、ニトリ、NEC ソリューションイノベーター、TIS、第9位山崎製パン、第7位京セラ、村田製作所、第6位パナソニック、第5位レース、第4位楽天グループ、第3位明治安田生命保険、第2位京都銀行、第1位滋賀銀行。ここまで、2021年度立命館大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。